した。どこ行ってたんだ。ニューヨークに行ってきた。あなた一人で？13の時から一人で地下鉄に乗ってるんだよ。落ち着きなよ。おい、落ち着けなんてどの口が言うんだ。何を考えてる。わかんないよパパ。私を元の場所に置いといてくれればよかったのに。ここがあなたの場所よ。違うよ、そうじゃない。ジゼルが住みたいところは完璧なおとぎ話の世界でしょ。私たちは違う、わかる。なのに私たちはここに住んでる。このバカげた街に。そんな口をママに聞くんじゃない。わかったか。私のママ、うん、ママなんかじゃないよ。ジゼルはママ母だよ。これからもずっとそう。ママ母。本気じゃないって。いいえ、きっと本気で言ったのよ。でもどうしようもないわ。ジゼル。